黄金都市は、手塚治虫の短編漫画作品。後に、横山光輝がリメイクしている。手塚治虫版は、冒険紙芝居昭和25年1月、新春別冊号に掲載された。横山光輝版は、少年1955年5月号に、別冊付録として掲載された。少年誌での長編連載の経験がなかった横山が、 手塚の作風を模倣して執筆した4作のうちの1作。他は、海流発電、ターザンの洞窟、仮面の冒険児が掲載され、未発表の、雲島の巻もある。いずれも原作は、手塚治む。西部劇風の展開を見せながら、その実は、蜜蜂の生態を描く。長い船旅で退屈をしていた乗客たちは、ほら話を披露し合うことになる。だが、 それも煮詰まってきた時にホラフキ博士こと、ホラフク博士が黄金都市について語り始めた。黄金都市は西部劇のような世界だったが、他の都市のものは入れず、都市の住人であることを証明するために踊る必要があった。男は仕事もせず、都市は女性が主体として動いていた。新しい市長が決まると、古い市長は都市を去る。 食料を不足から男性たちの排除案が沸き起こるが、折しもインディアンのような衣装のアリ族との争いが勃発。県一が黄金都市を守ったことから、男性排除は一時保留となり、市長は減った人口を戻すために、毎日500人もの子供を産むように頑張る。しかし、男たちは相変わらず、働こうとはしなかった。いつしか物語の中に入り込んでいた。 剣一は正気に戻る。そして、ホラフク博士が話していた黄金都市は蜜蜂の世界の話だったとため明かしをする。ありがとうございます。